普段やってる声真似でも特に人気のある声優さんのキャラクターでやってみたいと思います。早見さんからいきましょう。お金で解決できないものはありません。これちゃんと出たらすごいよね。あ、やねる。待って、じゃあお茶子してみよう。デク君見とるね。まあ言うてお茶子そんな得意じゃないんだけどさ。はにゃ、伊勢マリアさんやってみよう。癖になってんだ、音殺して動くの。一つくらいは当ててほしい。いや男キャラだけれども。ドガです。二人ともかわいいね。福江美里さんだよ、福江美里さんだよ。これからハタネルとお呼びください。